お帰りなさい、ヨウ君。ちょっと待ちくたびれちゃった。久しぶり、ヨウ君。約束を守ってくれてありがとう。私のことを覚えていてくれてありがとう。これで私もやっと務めが果たせるわ。じゃあ今すぐ朝ごはんの支度するからって何でも食べてるの？優雅にコーヒーカップ掲げておはようじゃないよ。何でも朝ごはん食べてるのかって聞いてるの。そうじゃなくて、朝ごはんはちなみの係でしょ。なの、冷蔵庫のとこに当番表が貼ってあったでしょ。今日から毎日ちなみが朝ごはん作るって。あれだよ、ひどひどすぎだよ。それじゃ誰も作らないじゃない。なんてこと。お兄ちゃん、お料理できたの？この人悪魔だよ。この目玉焼き、なんで色が白いの？ちなみが作ると黒いよ。パリして美味しいよ。でもでも、今度から心入れ替えて早寝早起きして、毎朝ちゃんとちなみがご飯用意するって天国のお母さんに誓ったんだから。ごめんなさいお母さん。朝ごはん、本当にお兄ちゃんが作ったの？なんで作るの？
目玉焼きとトーストとコーヒー全部。せめてお皿くらいちなみに並べさせて。洗ったもん。とにかく洗ったの。おいしい。美味しいから余計腹立たしい。あのね、段ボールをお部屋に運ぼうとしたんだけど重くてね。それでね、ちなみも頑張ったんだけどね。あ、痛いよ、しびれるよ。ちなみ自慢のピカピカおでこが今頃真っ赤に腫れ上がってるよ、きっと。謝罪どころか拝み出した。お金もらってるくせに態度でかくて困ったものだよね。文句垂れてる暇があったら早く拾えって感じだよね。聞き捨てならない事実が発覚。フォローじゃないよね。突き落としてるよね。Thank you.